ということで早速ね、9時半から始まります自己代理人のねお話をしていきましょう。第2話ですね、ストーリーでサブタイトルが秘伝のレシピとなっております。読んでいきましょうか。今回の依頼は人気ラーメンチェーン店の看板メニューのレシピの入手。依頼人の夏は女社長で、学生時代の親友リン・ジェンと共に開いた小さなラーメン店リンカメン館かなを長年2人で協力しながら大きくしてきた。だがある日、厨房担当のリン・ジェンが店の看板メニューのレシピを夏に教えないまま店を去ってしまう。夏は裏切ったリン・ジェンがその味を売りに新たに独立することを恐れて依頼してきたのだ。元親友だけあって2人の写真は多いが、手がかりは少なく調査は難航した。諦めかけるヒカルを前に時が背中を押し、わずかな望みをかけて写真の中にダイブするということでね。今回はということで、前回はね、サブタイトルエマかなね、ということで、会社員の、ちょっとねブラックな会社の、秘書というかねの方の写真に潜入して、こうね良かれと思ってで行った行動がちょっとね、最後には悲しい結末を迎えてしまってということでね、かなり辛いお話だったんですけど、今回は、ラーメン屋さんということでね、もう少しこうキャッチーなお話になるかなっていう感じはしますね。でもね、第1話でもこのね自己代理人の面白さがね詰まったエピソードだったんで、いやめちゃくちゃ好きになっちゃいましたねこのアニメ本当に。いやー、ね、その過去を絶対に変えちゃいけないっていう縛りがね、どうしてもね、やっぱり良かれと思ってやったことがああいう未来につながるんだなと思うとね、前回ね、時は良かれと思ってやったことがこうああいう結末になったっていうことをね、知らずに終えたかなというところだったので、まだ救いはあったんですけどね。でもヒカルはね、そこまで見据えて絶対に過去は変えちゃいけないんだというね、過去を変えちゃいけない、未来を知ろうとしちゃいけないっていうね厳しい制約のもとをね能力を使っていくというところで、いやーほんとね、時の方はメンタル的にすごい辛いと思うんですよね。先週感情移入して泣いてたもんなね。なんでちょっと今週はね時が苦しまないようなエピソードだといいんですけどね。苦しみそうな気はするよな。あとは先週あまり出番がなかったりんちゃんもね、今回は出番がありそうな雰囲気ですね。ということで BGM 切ってリミックスつけましょう。いやー今回はね、ラーメン店のレシピというところでね、おそらくね独立した目的がきっとね、そのレシピを奪って去っていくっていうところじゃないっていう話なんだろうなというね想像はつきますけど、かといってね、何が目的で独立したのかなっていうところがやっぱり要点になるような気はしますよね。いやー多分きっとこれもね、お互いのことを思ってやってることなんだけど、こうそれぞれ誤解を生んでしまってるみたいな感じなのかなと思うとね、ちょっと悲しい展開がね予想されますね。時がね本当に感受性豊かなね主人公なので、そういった悲しい話を受けてね、時がどれだけ心を揺さぶられちゃうかっていうところもね、いやー楽しみだけど怖いですね。いやーこのね、過去も未来も変えちゃいけないという制約がこれをこううまくギャグ要素として使ってくるのはうまいですね。なるほど。いやでも若い頃からね、あの年になるまで一緒に頑張ってきてたんですよね。やはりでもあのスパイスの問題なのかなという気もするし、そこがねミスリードで実はあのスパイスは関係ないみたいな話もあるかもしれないな。どうなんですかね。ラーメンの謎っていうところも非常に気になりますけど、
この2人のね関係性っていうところもね気になるポイントではありますね。そしてまあそれがね時と光の関係にもねつながってくるのかなと思うと気になる。あーエンディングやばっ、バカほど泣いたんだけどやばー、こんなにこんなに泣かされるとは思わなかった。やーば。いやーね。はあ、いやー二人がやりたかったのはね、やっぱりこの学生時代のね、楽しい思い出と、一緒に経営するね、こじんまりとしたラーメン屋さんで、よかったのに、ああなってしまったっていうところでね、でもそれに気づけてね、なるほどな。しかもね、香辛料の方もね、元はね、あっちの女性が持ってきたものだったっていうね。ああ泣きすぎた。いやあ一番幸せな時の思い出かねえ、めちゃくちゃいい話だったな。もちろんね、2人の話としてもいい話だし、これが今のね時と光の話としてもねリンクするいい話でしたね。やばい、はあ、第1話に引き続き第2話もこんなに泣かされるとは。はい、いやーすごいな、なんか30分でこの完成度のストーリーとんでもないですね。うわ、提供もまた良い。いやーね、2人が望んでたのはラーメン店のね成功じゃなくて、こう二人仲良くね、店を経営していくことだったっていうね。いやー、挿入歌もね、めちゃくちゃ良かったですね。まあもちろんね、その歌自体はね、日本語じゃないので、まあ、歌詞はね、その出てる歌詞に、こういう形になりましたけど、それでもね、まあ、曲調からもね、歌詞からも二人の気持ち伝わってくる、めっちゃいい挿入歌でしたね。はー、やば。いやー今んとこ2022年冬アニメでね泣いてるアニメ時効代理人だけですね。まあそらそうなんですよね。なんで1話2話でこんな泣いてんだってぐらいねめちゃくちゃこの作品に感情を揺さぶられてますね。すごかった。なんかもう満足しちゃったな。満足しましたけど、まあ、日夜はね始まったばっかりなんで次行きますか。